にちは、熊田です。声優ニュースをいろいろとご紹介していきます。今回紹介するのはこちらのニュース、そしてこちら。それではどうぞ。声優の鈴木ひとみさんが12月18日、26歳の若さでお亡くなりになりました。2021年1月頃より、癌で闘病されていました。ひとみさんは2017年公開の劇場アニメ、君の声を届けたいで、琵琶浩二音羽役を担当されています。2016年開催の君声オーディションでは、約3000人の応募者から選ばれた6人の合格者のうちの一人となり、この6人で結成された声優ユニット、ナウオンエアのメンバーとして活動していました。2021年1月22日、病気療養のためにしばらく休業することが事務所より発表されました。同年7月2日には悪性腫瘍が見つかり、治療に専念していること、治療の経過は良好であること、それでも治療がまだ続くことをツイートされています。2021年12月9日には約11ヶ月の治療を終えて退院され、その後は徐々にお仕事にも復帰されているようでした。ですが、今年2022年10月20日には治療後も予後不良で体調が思わしくなく、早く元気になれるように頑張っています、というツイートをされていました。そして12月18日に永眠されました。ひとみさんは、小学生から大学卒業まで9年間クラリネットを学ばれていました。現在確認できる最後のツイートは12月4日のもので、私が今まで書き留めてきたクラリネットの練習表です。学生さんの参考になればというツイートでした。非常に辛い状況下でもご自分以外の人を思えるお優しい方でした。ご冥福を心からお祈りいたします。12月22日、福原美里さんがこんなツイート。ちょっと疲れが溜まっていたようでダウンしました。年末まで元気に走り抜きたかった。とにかく寝ます。これだけ見るとすごく心配になる文面なんですが。あ、コロナじゃないです。ということでした。翌日には。今日も10時間以上眠り、病院に行き、点滴をしてもらい、栄養のあるものを食べました。日々回復しています。ご迷惑もかけてしまったし、早く完治するといいのだけど、時間が止まって世の中から隔離されているよう、でも自分の体と向き合って、ゆるりと過ごします。ということなんですが、病院で点滴しているということは、なかなか大変な状態なんでしょうか。この季節、体調崩される方は多いですよね。皆さんもくれぐれもお気をつけください。12月19日、大原さやかさん、ありえないくらい恐ろしい体験してます。こんなツイート。角を曲がったタクシーが横断歩道に突っ込んできて、私の目の前で急ブレーキ、距離50センチ、今年これで3回目。すごい何かに守られてる感。いやいや、最悪怪我じゃ済まないですって。左折してきたタクシーなんでしょうけど、あまりにも乱暴で不注意な運転ですよ。さぞ怖かったと思います。本当に無事でよかった。81プロデュース所属の8人組声優ガールズユニットイビリス&が来年3月1日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューします。デビュー曲は We Don't Stop。 メンバーは池田桃香さん、大橋美咲さん、小川花香さん、園田玲さん、西尾桃子さん、浜崎奈々美さん、ひなのさん、南遥さんの8名。彼女たちは81プロデュース主催の声優発掘オーディション3オーディション君の声優ストーリーを作ろうで合格率約 0.2% の狭き門をくぐり抜けた強者たち。シングル We Don't Stop はメンバーが自分を信じて夢に突き進む姿を描いたアップテンポな楽曲。皆さんぜひ応援していきましょう。上坂すみれさん、声優初のフィグマ化です。フィグマは株式会社マックスファクトリーが販売する稼働アクションフィギュア。上坂さん前々からフィグマ化が夢であると公言していました。それがついに実現。デザインや発売時期などの詳細は今後発表予定。全身細かくスキャンされたそうな、購入予定の皆さん、清く正しく飾りましょう。さて、12月20日放送踊る3万5点、豪華声優陣が登場。声優さんたちの興味深いお話がいろいろ聞けました。大橋彩香さんのここ2年くらいオーディションに全然合格していない、今年も50弱落ちている話。浪川大輔さんのキャラのセリフを言えばさんまさんに違う違う言われすぎて声優としての自信をなくしている話。松本里香さんの幼少期に犬に育てられて犬語がわかる話。他にもいろいろあったわけですが、俺の中で一番ヒットだったのが榎木淳也さん。ガチでやばいです。榎木さん、アフレコするとき隣で演技する相手役の声優さんをずっと見つめているそうな。いや、普通は前のモニターを見るんですよ。特にラブコメの時とかはどんな顔で言ってるんだろうなって見たくなるらしい。さんまさんに変態言われてました。榎木さん曰く、モニターに映ったキャラ絵よりも肉体がある方がとのこと。ゲストの女性陣からはやだおかしいと総ツッコミ。さんまさん、テレビ史上最低なこと言うてるで、と。つまりだ、ラブコメの収録ではキャラクターだけでなくマイク前でもラブコメが展開されているってわけだ。皆様、えのきさんが出演するラブコメ作品、これからは二重の意味でニヤニヤできますよ。
12月21日、中村修吾さん、大変な目に遭われてます。一昨日財布落とした。戻ってきてない。さらに、キャッシュカード、クレカ、免許、保険証すべて入ってた。警察で遺失届出して、カードの利用停止して、クレカで引き落としてるところ全部に連絡入れて、2日間でなんとか落ち着いた。これ非常に運がいいと誰かさんが拾って戻ってくることあるけど、まあそううまくはいかないよね。再発行すればいいって問題じゃないんだよな。その手続きも大変だし、俺さ、よく財布をお尻のポケットに入れておくんだけど、車運転するとね、たまにシート横の隙間とかに落ちてはまってることあるさね。どっかで落としたと思ってかなり焦ります。第26回電撃小説大賞大賞受賞作品声優ラジオの裏表のアニメ化が決定しました。主人公で声優宇多田康美役を伊藤美久さん、そして声優夕暮れ夕日役を豊田萌さんが担当。同じ高校の同級生で仲良し声優コンビ2人が一緒にラジオをやるんですが、それは表面上の話。実は相性最悪で収録後は大喧嘩というストーリー。この役を仲良しユニットピクシスのお二人が演じるという点がすでに面白い。物語では豊田萌さん演じる夕暮れ夕日に裏営業確定のお知らせというスキャンダルが出てしまい大炎上、ファンに幻滅され声優を辞めようとする夕日。そんな中、相性最悪な2人の関係に変化が。見ない選択肢はないでしょう。12月21日にソフトバンクから公開された紙充電スマートフォン Xiaomi 12T Pro のウェブ CM。 こちらになんと白井雄介さんが主演。どんないい声を発しているかと思ったら、まさかの無言でシュールなダンス。正直言葉を失ったよ。なんかインドっぽいダンス踊ってます。こちらたった19分で 100% 充電ができる紙充電スマホ。もう笑顔と真顔の切り替えが最高。ちなみにこのダンスの CM、 元ネタは某インド映画のこちらのシーンだと思われ、最後は白井 100% となってサッカーボール片手に壁を突き破りました。うん、こいつは街に放ったらあかんて。安本博樹さんも白井が面白すぎると絶賛してました。ユニバーサルミュージックの音楽ライフスタイルブランドトーカベースより発売された人気声優コラボイヤホン。以前このチャンネルでも紹介しましたが、転売屋の餌食になってますね。諏訪部純一さんがこんなおつらいツイートしてます。自分デザインのイヤホン転売されてるみたいですね。こういうのなくすためにも絶対に定価以上で出品されているものは買わないでほしいと個人的には思っており、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。ちなみに公式サイトを見ると定価は 15,950 円、税込みです。でメルカリで検索してみると、出るは出るは転売の嵐、倍以上の価格設定です。これから購入しようと思っている方はお気をつけて。声優寺島拓馬さん、2025年度より開校予定の押水小塩小の効果について作詞を担当することが分かりました。両小学校は石川県羽咋郡宝達清水町の小学校5校が統合してできます。寺島さん、石川県羽咋郡宝達清水町の出身で町観光大使を務めています。校歌は2024年6月の完成を予定。ちなみに作曲は寺島さんの音楽仲間が担うそうな。寺島さん、生まれ育った宝達清水町の小学校の統合に際して新たに開校する塩小と押水小の校歌の作詞を担当させていただくことになりました。大変な名誉に心躍るとともに身の引き締まる思いです。子供たちの思い出を彩る歌詞になるよう心を込めて作詞に臨みますとツイート。校歌って大人になっても覚えてるものだし、体育館の壁とかに設置されて名前が彫られたりするから、これは名誉だよね。12月23日午後5時から放送、 M ステウルトラスーパーライブ2022に内田真彩さんが登場。前田豪樹さん、ここみさんとのコラボで映画アラジンの主題歌オールニューワールドを歌唱。真彩さんの美声は透き通るようで本当に心地よかった。衣装も大変魅力的でした。ここみさんのフルート演奏も神がかってたし、俳優前田豪樹さんの甘い歌声と相まってとろけるようなハーモニーを作り出していました。上田玲奈さん、アニメ虫かぶり姫ではエリアーナ役を演じています。そして最近こんなことがありました。新聞で一般の方が投稿できるコーナーに虫かぶり姫と上田玲奈の名前が掲載されており、それを見つけた声優高橋理恵さんのお父さんが大層喜び、理恵さんに知らせます。理恵さん、その様子を玲奈さんにメールで伝えます。玲奈さんめっちゃ癒されたそうな。ちなみに玲奈さん、理恵さんのご家族とは一緒に出かけるほど仲良しみたいです。12月23日深夜放送、ニュースの全力メイキングに梶裕貴さんが初登場。ニュースの小山慶一郎さん、加藤茂明さんと共にスノードーム作りにチャレンジしました。梶さん、11月には第一子が誕生していて、制作したスノードームはお子さんへ贈る初めてのクリスマスプレゼントにしたいとのこと。テーマは我が子、ニュースのお二人と作ったんだよと言って渡したいそうな。完成したのは敷き詰められた花の真ん中で眠る赤ちゃん。これは一生の宝物だね。お子様もさぞ安らかに健やかに成長されることでしょう。あとエレンボイスも披露していました。
豊永俊之さん、こんな珍事件に遭遇。この間ハイチュウと飲み物をレジに持って行ったら、お箸はいくつお付けしますかと尋ねられた。0本でと言いました。ハイチュウは箸で食うタイプの人だと思われたのかな。いや全然関係ないんだけどさ、ハイチュウの箸売ってた。